が帰った後、私は研究室にこもりました。その時点で男の言葉を信じていたわけではありません。単なる劇薬の可能性も十二分にありました。慎重に取り扱い、私はそっと顕微鏡を覗きました。丸い窓の中、そこに映っていたのは見たこともない細胞の数々でした。私はその厳重の血を用い、幾度も幾度も実験を重ねました。幾度も実験を重ねた結果、私がたどり着いた答えは、男の言葉は真実であったということでした。研究室の隅、しおれかけていたバラを一茎切り落とし、出来上がったばかりの薬剤にその切り口をそっとつけました。疲れ果てていた私は研究室の机に伏せ、そのまま眠りに落ちました。日の光が差し込む頃には、昨日のバラはたちまち生気を取り戻し、その花弁に今にも滴りそうなほどの赤さをたたえていました。眩しい朝日が研究室にさんさんと降り注ぐ中、マーガレットの病魔を食い止める麻薬の生成に成功したことを私は知りました。この麻薬の生成と並行し、私は男から受け取ったジキタリスの培養も試みていました。そう遠くない過去に幻獣が猛威を振るったこの町の土壌では、繊細なジキタリスの栽培には成功しえなかったでしょう。まだ荒らされていない帝国の外れの田舎町から取り寄せた腐葉土を用い、私はその毒の花のための住まいをこしらえてやりました。麻薬が出来上がる頃、私が植えたジキタリスの花は初めての花を咲かせました。
私の研究室には幻獣の血によって作られた麻薬と人を死に至らしめることもできる毒の花、その両方がありました。私は一人研究室の中で苦悩しました。国の人々を死に至らしめる毒をみすみす男に明け渡すのか、世にも恐ろしいあの幻獣の血を可愛い妹に投与するというのか。私がもはや悩むことに疲れ果て、マーガレットの病状がさらに悪化した頃、あの謎の男が再び訪ねてきました。その頃にはもはやマーガレットの命の火は今にも消えんとしていました。どうです、答えにたどり着きましたか。男がそう問いかける後ろでも絶えずマーガレットの咳込む声が聞こえていました。男がやってきたのは夕方だったでしょうか。西日の差し込む窓辺で、相変わらずティアーはガラス玉のような目で祈りを捧げていました。すでに両親のいなかった私にとっては二人の妹たちが全てでした。そしてそれは二人の妹たちにとっても同じだったでしょう。妹たちを守ってやれるのは私しかいません。藁にもすがる思いで私はその男との薄ら暗い取引に応じることを決めました。